願いします。お願いします。ね、暖かいです。ちょっと大丈夫。初めまして、AKB48 の川江里奈です。今日何やるか何も聞いてないんですけど、まさか私が資格に挑戦する日が来るとは。今回の資格は川江里奈さんに挑戦してもらいます。どういうこと？資格の名称は薬膳コーディネーターです。何それ？ファッション？やれますか？やれません。無理だよ。勉強嫌いなんです、マジで。いや、マジっすか？じゃあ、私、え、じゃあ、じゃあ、薬膳コーディネーターの教材を受け取りました。あかわいい、すごい、いっぱい入ってる。めっちゃ入ってるやん。え、さ、写真ばっかり。全然計算ないやん。え、まあそんなことしてる。まあこれ全然平気やで。いける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 。じゃあ行きます、行きます。どこに行くの？食前の世界に行きます。薬膳ね。もし合格できなかったらどうしましょうか？活動休止です。活動休止して勉強します。そのレベルじゃないですかって。そうでしょ。いや、確かにこの時はいける気がしたんです。いや、もうまずゆきやさんがもう二度と CM は来ないでしょ。私、川江里奈が先輩メンバーの皆さんからどんな風に見られてるかというと、そう、人間としては別にバカじゃないです。時計が読めないとか、漢字が読めないとか。明るいおバカです。そうね、笑っちゃったんですけど。まず最初に大丈夫かなって思いました。いや、心配ですね、すごい。いや、もうまずゆきやさんがもう二度と CM は来ないでしょ。史上初動くかもしれないですよね。でもやる気は多分あると思うんです。やる気と根性もすごいあるし、期待されない分楽だと思います。ここでおバカを、なんだろう、脱走なんだろう。あなたはそれ。もう今は完全にこいつバカだからだろうみたいなとこあると思うので、今後はバカだけどなんとかだよなみたいな風になりたいなと思います。世界中のバカの人に元気を与えるというか、そういう感じですね。一生懸命私なりに私らしく頑張ります。気持ちはこれですよ。耳と鼻によって相手の音声と匂い、これなんて読むんですか？川江里奈、資格に向けて勉強開始。これなんだろう。薬膳コーディネーターに向けて勉強中の川江里奈です。いやー、こんなに勉強しているの人生で初めてです。まだ
かネバネバして張り付く張り付く。ね、これ違いますよね。いや待って待って待って、ほら 10g。 これは10じゃなくて 1g。 うわこれ引っ掛けですよ、引っ掛け。自分で言うのもなんですが、なかなかいい顔でやってますね。何点ぐらい取りそうですかね。100点満点中です。50点は取れますよ普通に。ちょっと低くないとか言ってたんだ。さあいよいよ第1回の添削課題の結果が届いたのですが、課題受けたの？うん、受けた。え、いつの間に？結果来たの？嘘。え？どっち？どっちの笑い？どっちの笑い？ちょっと待って。なんで？ちょっと待って。どういうこと？って思ってたんですよ。ちょなんか超嬉しいです。え、目標達成みたいな。ダメだよ。これって平均点みたいなの分かりますか？87点全然及んでないじゃん。及んでない。ちょっと頑張って、はい、本当に頑張ります。はい、マジ頑張るよ。55点って低いの？どうもやるよ。ネクラなんですよね。あの人見知りするんで、あんま喋んない、普通なんですよね。あの AKB とかやっぱ人数が多いわけじゃないですか。まゆさんは本当にアイドル、ゆうこさんはパフォーマンスがすごいし、私本当なんもないんで、その中でも活かせますよね。あなたは 何ご自信持ってるんですか？偶然コーディネーターですって言えるっていうね。ホテルの部屋に戻ってからも、今から勉強を始めたいと思います。自分に自信のない私ですが、資格を取れたら少し変われるかな。頑張ります。第1回の添削課題ではメンバーの皆さんを驚かせてしまった川江です。え、テスト出したの？テスト出しました。どうですか自分的に？いや、できました。結構できました。最後で問題も読んで全部、はい、それ普通ですか？やってんの？はい、2回も刺さない。はい、来た。一緒に見よう、みんなでパンってやって、パンって、せーの。空き時間があったり移動中とかバスとかで勉強すればできるんだぞって、ファンの人とかメンバーとかにもね見返したいと思います。スタッフの方に薬膳料理のお店に連れてきてもらいました。うん、おいしい。血の不足による顔面蒼白、
変わりました顔よ。え、何？え、横山さん、川栄、川栄とはチーム A で一緒になるまで全く接点がなくて、こんなに一緒にいるほど仲良くなるとはまさか思ってなかったよ。川栄といえばおバカキャラのイメージが強いけど、コンサートのアンダーをしっかり、なんだこれ、しっかり、漢字使わないでくださいよ横山さん。川栄はやるときはやる子なのを私は知ってるよ。みんなはそう思ってないかもしれないから、薬膳の資格を取っていい意味で期待を裏切ってほしいなと思います。取っとこう。やる気出ました。合格できますか？できます。任せてください。ユーキャンさんからご連絡をいただきまして、え、柏木さん、なんでなんでいただきまして、ユーキャンさんの何なんですか？いや、いただきまして、なんと今からこの場で合格発表しちゃいます。嘘だろうが、嘘だろうが、うちの、うちの、いや、うちの、え、なになに、なんか今から来たんですけど、サプライズの、聞いてください、サプライズの合格発表です。怖い怖い。あの、正確には、まあ、合否発表なんですけど、どうする、ちょっと合格してるか分かんないんですけど、やばいよ、カメラいるんですけど。さあ、川栄のサプライズ合否発表。うん、先日最終試験を受けたその合否結果が、うん、今この生放送で、うわ、どうしよう、発表しちゃいたいと、リスナーさんと一緒にね。ドキドキやばいですよ。もう私これで落ちてたら、うん、もう今後1時間のメンタルないですよ。だって、いや、そう、3時までですよ。うん、3時まで無理ですよ多分。もう2人でやるか、その時は。そうですね、その時はもうお願いします。そこはもう考え、気持ちちゃんとお願いします。お願いします。考えとく。これでもダメだったら、うん、やっぱでも、いや、お前結局バカかいみたいになっちゃう。いや、そうやんな、ただのバカで終わりたくないよ、バカじゃんみたいになっちゃうから、そこはやっぱお名返上ってやつですよ。不合格だったら、あー、やばすぎるよ。いや、もうこれはほんまに嫌やねん。なんかいつもよりなんか、これやばいよな、やばいやばいやばい。いや、これはほんまにやばい。そう、わかる、ほんまに帰りたい。お疲れ様。深呼吸、一回深呼吸、深呼吸、深呼吸して。いや、これわかる。こうなるんだ。こうなります、ほんまに。じゃあそろそろ行きますか。AKB チャレンジユーキャン2014、うん、川栄里奈の薬膳コーディネーター運命の合否発表です。じゃあ川栄落ち着いて、大丈夫大丈夫、うん、やってきたもん、やったから大丈夫、うん、頑張ってきた。はい、見ますか。いきます。はい、はい、いきますよ、本当にいきますよ。ほんまにいて、ほんまにいて、お願いします。いきます、うん。率直にもう、いや、もうなんじゃこりゃですよ。何これ、もうやばい。